昨日18センチのプロペラを試してあまりそれが良くなかった。どれほど良くなかったんだろうっていう再確認のために、20センチ小ピッチのプロペラで、出航しました。今漕いでるのがね、7号艇2番目のプロペラ、つまりピッチを小さくして、ケイデンスの改善によって巡航速度を厚くしたそのプロペラです。でね、昨日の18センチに縮めたプロペラと比較してした場合、スピードも出るしペダルも軽いです。ということはですよ、つまり、18センチのプロペラは効率が悪かったね。ペダルの重さと引き換えにスピードを得るとかね、ペダルを軽くする代わりにスピードが出ないとかね、昨日の18センチのプロペラはそのレベルではなくって、もう絶対的に効率が悪い、そういうことがね、言えると思います。でそれをちゃんと、比較して、自分の感覚で確認するために今日20センチの小ピッチプロペラで、出航してますって言ってる間に潮目に来たね。あまり沖ではない、これ多分1キロぐらいしか沖に出てないですけど、はっきりした潮目があるので、まあここでちょっとやってみましょう。ちょっとシーラーをやるには岸寄りすぎるかなっていう気がするけどね。3投して早々に次行きましょう。もうここは終わり。ここで時間潰すわけにはいきません。シーラのいる海域はね、岸から6キロ、ここで時間潰すのはもったいない。さあ一路6キロ沖へ。さあシーラの海域に到着しました。ホッパーから始めました。ホッパーで目立たせてシーラを引き寄せる。シーラの姿が確認できたら、活性が高ければこのままホッパーで、活性が低い買ったらジグに変えて、そんな感じ。風が出てきたね。天気予報通りだよ。ちょっと波が大きくなってきましたね。なのでもう少し内側に避難しましょうかね。さあだいぶ内側へ避難しました。ここでまた流しながらやキャストしましょうかね。
食えよ。どこ行くんだよ。活性が高くないな。ジグに変えよう。消えたか。消えちまったか。チェ。ヒット。ヒット。ああ。ほら。そんなに大きくないな。そんなに大きくないぞ。メスだな。このままちょっと空気を吸わせようか。もう疲れたっしょ。もう疲れたっしょ。もう疲れたでしょ。まだまだ。よし。はい、もう疲れた？もういい？はい、じゃあこっちへおいで。こっち、こっちへおいで。はい、ここ、こっち、こっち。頼むよ、もうおとなしくしてくれよ。外します。ちょっと風も和らいだかな。もうちょっとだけ沖へ出そうか。
時間ですか。残念、シイラ1匹だけ、2匹目ならず。これで終わりにしましょう。さあ戻りましょう、戻りましょう。よいしょ。さあ今から6キロの道のりを巡航速度時速6キロメートルで帰ります。つまりは1時間の行程。昨日はね、18センチに縮めたプロペラを使って1時間半以上かかったんですよ。でもね、今日のこの20センチ小ピッチプロペラはペダルがもっと軽い上にもっと速い。だからあれですよね、昨日のプロペラとは比べ物にならないキロが今日は実現するはずです。帰着しました。斜め前からの向かい風、風に流されて大きく湾曲しながら遠回りで帰ってきました。この今つけてる20センチ小ピッチのプロペラは、そんな状況の中でも、足が疲れず6キロの道のりを割と軽々と、漕いでくることができました。足への負担は小さいです。足の疲労は、なんてことありません。足がつることもないしね。だけどね、このプロペラね、すっごい腹減ります。持ってきた食料を全部消費して、それでなおかつもう空腹でクラクラしてます。腹が減ってもう意識がなくなりそうです。カツカレーが食いたい、大盛りペペロンチーノが食いたい。どっちにしようかな。両方食おうか。もうね、腹が減って動けません。だからね、ペダルは軽いんだけど漕ぐ足取りが、もうゆっくりです。ちゃっちゃかちゃっちゃか漕げません。これあれだね、このプロペラで出かけるときは食料をわんさと持っていかないとダメだよね。でも足は大丈夫です。足はピンピンしてます。釣りもせず、ピクピクっていう風にもせず、これ多分明日筋肉痛にならないと思います。だからあれだよね、18センチのプロペラいかにダメか、いかにプロペラとしての効率が落ちてるか、そこが、明確になりますね。
のプロペラをどうするか、考えなきゃいけませんね。続きをやるのかどうか。はい、到着。